おはようございます。ドムショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今朝起きたばっかりなんですけども、いろんなこう視聴者の方からモーニングルーティーンとかそういうの見たいですというあのご要望がありましたので、今回はそれを撮っていきたいと思います。本当ひどい顔してるんですけども、そのリアルをお届けするために本当に起きたてで今撮り始めました。ということでまだ起きて何もやってません。で今からモーニングルーティーンを始めていきたいと思います。わあ、すっきりしました。でそのまま洗面台に向かいます。はい、で洗面台に来たらまず顔を洗いたいと思います。よいしょ。はい、よいしょ。これで目が覚めます。でこの時は基本的に水だけ使います。はい、でで、こういう時は基本的に水だけなんですけども、洗顔した後はこのニベアクリームでちょっと保湿をします。あ、この水でバシャって塗った後とニベアを塗る瞬間が気持ちいいんですよ。で前なんか化粧品使ってましたけども、ハトムギ使ってましたけど、今ちょっと、切らしてるので、そう切らしたまままだ買ってないですね、2ヶ月ぐらいで。また買おうかなと思いますけども、もうこれでだいたい目がパーッと覚めて朝のスイッチが入ります。という感じで目が覚めたら本格的に活動をしていくんですけども、次はまず着替えましょう。はい、ちょっとみっともない姿を晒しちゃってすいませんって感じなんですけども、まあこれがリアルをお伝えするためなので、はい、やっていきます。でこの洋服を選ぶんですけど、まあだいたい僕の場合は適当に選んで適当に組み合わせても似合うように彼女にも選んでもらっているので、そうこんな感じで適当に今日はこれ着てこうというか、なんかあこれ着てないなと思っているものを選んでいきます。はい、で最初の頃は洋服2着 T シャツ2着ぐらいをこうずっと着回していたんですけども、いろいろこう人の前に出るようになったりとかしてきて、人に与える印象って大事なのかなっていうふうに思ったりとか、ちょっとファッションには気を使いながら、だけども毎日洋服を選ぶ時間っていうのはもう1秒でも削るために、とりあえずもう適当にパパって撮ったとしても似合うような感じになしてましたけども、どうです、似合います。そして着替えが完了した後は洗濯物をしたいと思います。よいしょ。大体こういうところからダバーッ。洗剤は特にこだわりがなくてアリエールを、はい、使っております。で、まあ、そのまま洗面台で身だしなみを整えていきます。身だしなみはまずはそうですね、まずひげひげを剃りましょう。よいしょ。はい、次はワックスをつけていくんですけども、なんかここ寝癖がピローンって出ちゃうんですけど、あればこういうのもできるだけ頑張って抑えていきながらワックスを、はい、整えていきます。で、やっぱりこのワックスはいいですね。僕これをずっと使ってるんですけども、シュワルツコフさんから出ているオージスっていうジェルワックスですね。ヘアジェルなんですけども、カビがプラスチックになってくれるんですよ。本当にバリッと決まってくれるので、一度決まったやつは強風が吹いたとしても、まあ、そうそう崩れることはないですね。しかも水で簡単にさらっと落ちてくれるので、またそれもいいということで、僕はもうこのジェルワックスずっと愛用させてもらってます。はい、身だしなみもバッチリ整いましたので、次はキッチンの方に移りたいと思います。よっこいしょ。はい、でこちらでは僕がやることは、水を飲みます。はい、水を飲むんですけども、このですね2つ、レモンとリンゴ酢、はい、こちらを飲みます。リンゴ酢とレモン水を飲むんですけど、このレモン水量はちょっとなんです。量はちょっとずつですね。量は全然ちょっとずつ、
もうその適量なんですけども、はい、入れまして、水はこの浄水ボトルのやつを使ってこうやって入れていきます。でなんでこれを飲むのかっていうと、シンプルに朝目がすっきりするっていうのと、これを入れると、まあ、簡単に言うと内臓が洗浄されるというデトックス効果があるということで、そう、実際にこれを飲んだ後、5分10分ぐらいしたら必ず大便が行くという、ね、ちょっと汚い話して申し訳ないですけども、それぐらいデトックス効果を僕はビンビン感じているので、まあ、いただいてるっていうことですね。はい、なんかプラセボ効果あるかもしれないですけど、まあ、でも実際にあの効果を感じているので、あ、酸っぱそしたら次はこの部屋のお片付けをやります。まずは布団を片します。よいしょ。で次に昨日洗濯していた、洗濯物、干していた洗濯物を片付けますと。よいしょ、よいしょ。今彼女は出張に行っているので、まあ、昨日から僕は一人で過ごしているんですけども、まあ、できる人がやるっていう感じですね、家事に関しては。なので今はこうやっちゃいますと。でありがたいんですけど、僕畳むのって正直適当なんですよ。そう、適当に畳むんですけど、よくいるじゃないですか、こう畳むの厳しい人というか、ちゃんと畳んでっていう人いると思うんですけども、そう、彼女はそうではなくて、まあ、僕と一緒に、まあ、とりあえず適当に畳んでしまえればいいじゃんっていうふうに言ってくれる人なので、そう、本当に助かってますね。はい、そしてこれはスーさんという僕の友人からいただいた引っ越し祝いでもらったんですね。はい、無印のタオルです。もう本当に気持ちがいいですよ。さすが無印っていう感じの品質の高さです。はい、よいしょ。でこの物干し竿を片付けますと。これは本当に毎日活躍してくれているので、本当買ってよかったなって思います。で、そのついでに窓も開けて換気をします。あー、今日もいい天気ですね。爽やかです。でやっているうちにこちらの、洗濯物ができましたので、これを取り込んでいきます。そう、さっきしまったばかりなんですけども、またこれを出してと、ここに洗濯物を干していきます。はい、そういう理由も込めて、これは本当に使わない時がほぼないですね。ずっと何かしら干してますんで。よいしょ。昨日から干していたものを朝取り込んで、で昨日溜まった分を朝洗濯してここに干してっていう感じで、そのサイクルを回します。掃除と身だしなみは完了したら、やっとここであのパソコン作業というか、今日の仕事の作業的なものに入っていきます。朝はやっぱその思考というか、いろんな頭が冴えてますので、なのでご飯を作って食べて片付ける時間よりも僕はこっちに使いたいっていうのがあるんです。なので今日も朝食は抜きますね。はい、でも全然逆にこう頭は冴えてるので、そう、お腹は空いても頭は冴えてるっていうのがありますので、そう、これでやってます。でまず最初にやることっていうのは、今日のトゥードゥータスクを管理するっていうことですね。今日何やるかっていうのは朝方のうちに最初に決めておきたいんですけど、でこうやってスケジュールも立ち上げて、今日の予定を確認しながら今日の、スケジュール、トゥードゥーですね、打ち込んでいきます。でこうやってタスクを打ち込んだら、なるべく今日はそのタスクたちを消費することに集中フォーカスをするっていうことをやります。はい、まあ、でも全部終わらない時もありますけども、そしたら自分を責めずにまた翌日に繰り越しっていう感じでやってきます。でタスクを決めてから今日の作業に入っていきたいんですけど、まず最初にメッセージのやり取りからやりたいと思います。チャットワークの返信だったり、メールに来ている返信だったり、あとは SNS の返信とか、あと YouTube のコメントとか、したいんですけども、ただ全部が全部正直全然できてないです。自分の自己管理が甘いんですけど、チャットワーク返信だけで1時間1時間半ぐらいかかってヘトヘトになるんですよ。なので
そう、まあ、Twitter だったり SNS に関してはもう全部見させてもらってます。全部見させてもらってるんですけど、ただ今ちょっと返信コメントは一個一個できてない状態です。なのでちょっとそこもしっかりと返信コメントできるように自己管理をもうちょっと徹底していきます。はい、っていうのと、今こうやって朝このルーティーンできてますけども、パートナーが今いるとき、彼女がこの家にいるときは、朝はその2人の時間を大切にしたいと思っているので、こういうルーティーンはちょっとやらないですけども、今自分がこの部屋に1人なので、そうこういう感じでやっていきます。はい、終わりました。今ですね、昼の12時になりました。はい、なのでもうモーニングでも何でもないんですけども、はい、こんな感じで、ずっと仕事が終わりました。とりあえず一段落しました。で、その彼女と朝一緒にその時間を大切にする時っていうのはもうこういうのができないので、もう夕方になってしまいますしね、誰かとの連絡をするっていうのは夕方になってしまいますけども、はい、とりあえず、今日は一人なので午前中にババッと連絡だったりとか、あともろもろできました。はい、で、もう何でしょう、頭が回転しないぐらいやっぱこう一気に集中してガッてやったので、はい、気持ちがいいです。で、ちょっと頭を休ませるために、じゃあ次のルーティンとしては、ちょっと瞑想をします。まあ瞑想って言ってもなんかそんな難しいことやらないんですけど、こうやって、こう目をつぶって、目を使うので目の奥がギューって締め付けられている感覚があるんです。なのでこの目の奥のギューって締め付けられたものが瞑想することでこうちょっとずつバーって取れていくっていう感覚があります。はい、ということで終わりました。めっちゃすっきりしました。で、そしたらこの午後からじゃあいよいよ撮影だったり、外に行ってこう仕入れ先回ったりとか撮影したりスッキリ空間行ったりしようっていうことで、まあ、午後から外で活動するっていうことをやっています。はい、で、その前に、ちょっと運動して、じゃあ最後終わりましょう。はい、ということで運動してすっきりしました。はい、まあ、こんな感じでルーティーンを今回シェアしましたけども、いかがだったでしょうか。といってもこれが毎日の習慣きっちりきっちりやってますっていうわけではなくて、まあ、とある一日のルーティーンとして見ていただければ嬉しいです。なんか少しでもちょっとでも参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで、まあ、特にあと言い残したことはないかなと思いますので、この辺で動画を終了したいと思います。またこうナイトルーティーンだったり、あと一日の本当にもう一日とある一日っていう感じで撮影できたらいいなというふうに思っていますし、これからも旅行動画だったり、あとはその持ち物変えたら持ち物ブラッシュアップとか、例えばまあ最近 iPad Pro を買いましたので、その何でしょう、日々のエブリデイキャリーっていうのも変わりましたので、そういったものもどんどんシェアしていきたいですし、っていう感じで、まあ、これからもネタは用意してますので、はい、ぜひぜひこれからも楽しみにしていただければ嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。会社員の時に僕がどういう一日を過ごしたいのかなっていうふうにノートに書き出して、そうこんな生活を送れたらいいなって思っていたことが今ちょっとずつやっぱ実現できていると思います。そう、僕が会社の時にこういう生活を送れると思ってなかったですから、 YouTube だったりインターネットだったり、あとやっぱこう共感してくれる人が出てくれてるっていうのは本当に嬉しいです。なのでこうですっていう話はあんまりないんですけども、ただやっぱこういう環境があるので、そうこれからもですね、どんどん頑張りたいと思います。はい